マイナビネクストヒロインゴルフツアー第 6000PGM カップ事前情報29日セゴビアゴルフクラブイン千代田茨城県6434ヤードパー72国内女子株ステップアップツアーでアマチュア優勝を飾るなど活躍する注目アマがいよいよマイナビネクストヒロインツアーに乗り込むミヤコレ、コトとレイカがツアー史上初となるアマ V を目指し2日間競技に臨む 徳島出身だが、千葉に第二の拠点を置き石井忍コーチのもとで技を磨いている。その石井コーチが同ツアーで解説を務めていることが、出場するきっかけの一つだ。いつも YouTube で配信を見ています。コーチが解説をしているのを見て、マネジメントの勉強になることが多いんです。ずっと出たいなと思っていました。さらに、同門の先輩からもよく話を聞いていたという。 同ツアーを、卒業、して、現在ルーキーとして樹がツアーを戦っているマサダ夢乃もその一人だ。4月の、大王海運レディスでステップ史上6人目の雨優勝。その後も主催者推薦で機会を得て、今期はレギュラーツアーに4試合出場している。調子はいまいち良くなくて、ショットがしっくりこない。パターが良くなってきていて、そこで救われているかな。 先週もマネジメントがひどくて、思ったようにプレーできなかった。先週のリゾートトラストレディスは予選を通過したものの、63位に終わった。好調の時はショートサイドを果敢に攻めていけるが、今は無理に狙って難しいところに外し、ボギーにしてしまうこともあるという。ミスをしないようにセンターから、というマネジメントを意識しています。 イケイケが大事だなと思うけれど、それだけではやっていけないですね。もう20歳ですから、笑、と、万全の状態には程遠いが、その中でも安定したスコアで回るためのマネジメントを意識する。国内女子ツアーでも大きな経験を積めるが、今回のように、自身と同じくプロテスト合格を目指す選手たちと戦うことも刺激的だ。こういう試合を設けていただけることがありがたい。 最後に目指すところはツアープロで一緒だと思うけれど、ここはさらに近い感じがして頑張れる。ライバルでもあるし仲間と競争心をかきたてる。一番は優勝したいけれど、上位に入ってコーチの顔を潰さないようにしたいです。笑っとお茶目に意気込む20歳。アマチュア部位によりプロテストは2時までが免除され、最終から出場ができる。まだ5ヶ月ほどあるが、 そう言いながらも去年はあっという間早かったので油断しないようにしたいです新たに飛び込んだツアーの雰囲気を楽しみながらここから徐々に調子を上げていきたい